こんにちは、大山です。今日は本の紹介でこれです。お客に言えない食べ物のからくりっていう風に書いてあるんですけど、実際読んでみたらなんか別にお客に言えなくないじゃんみたいなもっとね、アメリカの、なんだろう、屠殺場っていうか、まあ、結構なんでしょうね、アメリカの食問題の方が割と怖って思ったんですけどそれはまた別の本なんで、それを見てもらえればいいかなと思うんですけど、これどういうことが主に書いてあるかっていうと、まあ、最近のうなぎが、なんだろう、土用の牛の日、うなぎ不足だ、うなぎ不足だって言われてるにもかかわらず、土用の牛の日とかに、みんな食べても大丈夫っていうのはなぜなのかとか、最近ヨーグルトの3個パック、横並びのやつじゃなくて4個パック、ダノンみたいなやつですね。ダノンみたいなやつの4個パック、が、たくさん増えてるのはなぜなのかとか、あと何があったかな。そうそう、京野菜っていうのが、京野菜だけれども京都以外で作られてるの知ってますかみたいな、割とやばい、こんな食べ物にそんな危機があって怖いとかっていう話よりも、どっちかっていうとその裏ネタ雑学的な、割と安心して読める感じの本でした。なんで、まあ、ちょっとした雑学がですね、これ、何個ぐらい載ってんのかな ?10、20、30、40、50。多分50個から60個ぐらい載ってるので、ぜひ、暇な時にでも見ていただけると楽しいかなと思います。もし、他にもおすすめの本があれば、こちらまでご連絡ください。よろしくお願いします。